ダメだよ。花畑、それはいいな。なんでそうなるんだよ。みんなご苦労様、今日はこれで終わりにしましょう。はーい。ふう、疲れた疲れた。ったくよ、俺様は家の中でせこせこ仕事するのは嫌いなんだよね。ああ、もう最悪。でも、ちゃんとお仕事はこなすんだから偉いよ。私なんて邪魔することの方が多かったし。そうだな、折り上がったものはむしろとは呼べないような謎の塊だったもんな。う、あれが私の精一杯なんです。外でお昼ご飯を食べない？それはナコルルが作ったのか？違うよ、私が朝早く起きて作ったんだよ。ほう。ラントム、どうして今安心したような顔をしたので、別に俺そんな顔してないって。ナコルルが作ったラタシケプ大好きだぜ、最高でしょ。今度作ってあげるわね。ラタシケプなら望むところだ。ラタシケプなら細かいことは気にするな。よし、早速外に出て食べようぜ。そうね、みんな行きましょう。わあ、嬉しい。へえ、うまかった。ごちそうさま。今日は本当に天気がいいね。そうね。
ナコルル、ヤンタム。昔はよくこの原っぱで遊んだよね。そうだな、懐かしい。追いかけっことかよくしたね。マナリは転んでばっかりだったから、いつも心配してたっけ。それはもういいってば。かけっこか、面白そうだな。ヤンタム、競争するか。お前の勝ちでいいよ。なんだそりゃ。ぽくて、私が遊んであげようか。別に俺は遊びたいなんて言ってないぞ。それにマナリと追いかけっこしたってつまんないだろ。確かに私足が遅いからな。うん、わかった。それじゃあどっちがより遅く走れるか競争をしよう。楽しいかそれ。お願いします、素敵なお兄さん。僕とあのお花畑の向こうまで走ってください。って可愛くお願いできたら遊んでやってもいいぜ。いいよもう。それじゃあリムルル、あの丘の向こうまで競争だ。私もかけっこなんてやだ。いつもママ母とやってるから飽きてんだよね。リムルルはママ母とかけっこしてるんじゃなくて、怒られて追いかけられてるだけだろ。なによ、こら待ちなさい、掘って。へへん、リムルルなんかには捕まらないよーだ。おい、お前逃げるぞ。いいから、ヤンタムーとナコルルとマナリもみんなで逃げろ。待ちなさい。おい、リムルル、コンル使うのは汚ねえぞ。勝てばいいのよ、くらえ。ギャあいつら、まだ遊んでるよ。やっぱりお子様は体力があるな。俺は疲れた。でも楽しかったね。そうか、あんなもんガキの遊びだって。付き合ってやっただけだ。その割にムキになってたじゃない。そんなことはない、断じてない。捕まった後、こっそり悔しがってたじゃない。ヤンタムも可愛いとこあるなって思ったもん。うるせ、遊ぶときは全力を尽くすのが礼儀ってもんだ。ヤンタム、子供が好きよね、結構。まあ、嫌いじゃないな。ナコルルほどじゃないけどさ。子供大好きだもんね。小さな子が歩いているのを見ているだけでキュッと抱きしめたくならない？ナコルルらしいや。そうかな。それにしてもたまにはこうやって遊ぶのもいいな。昔に子供の頃に戻ったみたいで。お前は今も子供だろ。ひどい、同い年じゃない。怒るなよ。確かに昔に戻ったみたいだ。ナコルルもいるし。3人
人で疲れるまで遊んだものよね。その後はこうしてお花畑で寝転んで。よく覚えてる。そうそう、マナリは真っ先に寝ちゃうのな。ってもう寝てるし。そうね、ミカト、どの服がいいと思う？そうよね、今日はミコの行に行くんだものね。ついちゃってる気がするの。だから髪飾りで髪をまとめていこうかな。いけない、忘れていたわ。
なんでサラニプの中に？え、本当に？ごめんね、ママ母。おーい！よっ！あ、ヤンタム、早かったのね。まだ準備を始めたばかりなのよ。ちょっと待ってね。もうすぐ用意が済むから。なんか変だったね。まさか。姉様に限ってそんなことはないよね。出かけするのが楽しくて仕方がないって感じじゃなかった？でもヤンタムが相手だもん。そんなことないよね。姉様がヤンタムを好きになっちゃってるかもしれないってこと。気のせいだろうけどね。あんなチャランプランでノリが軽くて手が早い男、姉様の好みじゃないはずだよ。それに正当な巫女である姉様がおいそれと恋愛なんてするはずないもん。
な。ミコはね、みんなのものなんだよ。だから、特定の人だけを好きになっちゃうのはまずいんだって。諦めるんじゃないかな。私たちの母様だってそうだったし、私と姉様の育ての母様はやっぱりミコだったんだけど、好きな人がいたんだよ。私たちが父上って呼んでる人なんだけどね。母様と父上が夫婦じゃなかったからだよ。私たちが勝手にそう呼んでただけ。父上はそんな呼び方するなってよく言ってたけどね。父上はね、剣のお主様だったんだ。でも私や姉様にとってはお父さん代わりだった。父上もそういう風に接してくれてたし。母様も多分父上のことが好きだったから、だから私、いつか二人が本当の両親になればいいのにって思ってた。結局母様も父上も最後までお互いの気持ちを告げられなかったけどさ。